黒田道博のレディオファントム。こんにちは、黒田道博でございます。しばらく集中 TV 始まりました。 TV ファントムね、そのファントム見えてないんですけど、はい、ということでですね、今年もやってまいりました宮崎です。はい、夏至で夏至、1週間前天気予報を見ると雨マークばっかりついてたんですが、ご覧の通りピーカンでございます。最近なんか何をするにも雨マーク出てても晴れちゃうので、もう雨男じゃないですね。はい、今日のお題はですね、黒生ライブの感想と、66のリランやら、あとは11月5日の昼公演、ね、の感想やら、あとここの、ね、はい、イベントの感想をお待ちしておりますよ。はい、今日もですね、この後配信があったり、あとはちょっと芝生を貸し切りまして、皆さんでピクニック気分で、僕の語りを、ぼっちライブを、まあよく僕が言ってた芝生の上でみんなで手つないでこう歌うのが一番素敵なライブなんじゃないかなっていう形に近い状態で、はい、今日はねやりたいと思いますが、まあ皆さんも久しぶりに会えておしゃべりできてすごくホッとしてますよ。あと喜んでくれてますしね。はい、まあ宮崎はこの後十分堪能しますが、はい、TV ファントムもちょいちょいソヨピー出てくれる、この後もうね、ソヨピーね、みんなのところにねすごい行きたがるんだよね。昨日のね夜の飲みもちゃんとケアしながらですよ、もちろんね、はい、スター気取りなんです。はい、ということで今日の1曲目です。ハミングバードをどうぞ。君を抱きしめるたび怖くなるのさ、どこかに消えてしまいそうで、描いたイノセンス記憶の断片、何かが噛み合わないんだ。風は湿り出し空をまとい、嵐となり襲いかかる。追いかごの中に身を潜めて怯えているのは僕だ。愛に触れた羽ばたきを忘れた。鳥はどこにも行けなくなって、綺麗なまま君の中で太陽が沈んでゆく前に、小さな翼を広げて I need 羽ばたけ。永遠を信じて
かいと願って何が悪い。どんなに終えば体からちぎれた心が伝わってしまう前に、小さな翼を広げて愛に羽ばたけ。はい、聞いていただいた曲はハミングバードでした。ありがとうございました。頭の枠を取ってから3日後でございます頭はイベント中でちょっと時間もったいないねみたいな感じで、もう悪い癖ですねあれをねで、3日後移動しましてですね、ホテルの近くにあります英国式庭園という名がついている森なんですが、まあ素敵な場所ですがなかなかスチールに使うのは難しかったということで、おじさん2人が遊んでおりますね、僕の目の前でねはしゃぐよね。はい、それでは普通歌いこうかなと思います。これは斉田ちゃんです、ありがとうございます。先日空の写真を撮っていたら男の子が近づいてきました。男の子も空を見上げ、月の存在に気づき嬉しそうにしていた姿が微笑ましかったです。空というの写真といえば、4月17日にヒゲリンが TV ファントム収録中にフーチグーチのテラス席から撮った空の写真が写真展のリナーのスライドショーで見えて嬉しかったです。6月12日以降の写真もいつか見れるんですかね。はい、まあどういう形か分かりませんが常にまあ撮っておりますよ。で昨日ね、宮崎皆さんイベント終わってかで皆さん帰って僕ら撮影してたんですけども、その時の空夏至ですよ。だからもう太陽落ちんのもう夜7時過ぎ、で粘ってね、マジックアワー的なところ狙いだったかったんでいいのを撮れましたし、で僕もツイートしたあの写真の色味、あれもうノー加工ですよ。本当撮ったまんまをツイートしたから、みんな色いじってんだろうと思うかもしれないけど、あれ本当そうなん、そのまんまなんですよ。はい、今日も撮れるといいね。あ、今日ちょっとなんかね、昨日より太陽が出てないからまあ期待しつつ、はい。これ普通オタなんですが、まあ宮崎イベントの感想でございます。リエちゃんです。宮崎イベント楽しかった、おいしいご飯に、グリーンガーデンで、聞く歌、みんなと過ごす楽しい時間、何もかもが最高、今回もお腹痛くなるくらい笑って過ごしました、たくさんハッピーありがとう。こちらこそありがとうございます。アミちゃんでございます。はい、リン君こんにちは。朝ごはんを食べた後にお土産に白いウサちゃんのぬいぐるみを買ってもらいました。次は動物園でウサちゃんに会いたいなと。よかったね。ねえ、アミちゃんも喜んでくれてたと思いますよ。まあ、ねえ、ねえ、ね、そのイベント頑張ったご褒美としてウサちゃんのぬいぐるみを買ってもらったのかな。そう、動物園ね、行きたかったですね、僕もね。動物園行けなかったので、僕が芝生でね、皆さんからリクエスト募って、2時間ぐらいこら歌いましたけど、あれはあれで素敵な、はい、時間でございましたよ。そしたら66離断感想行こうかね。まあイベントでも直接ね感想をいただきましたけども、まだ冷めやらぬ66の、興奮で、皆さんもそれぐらい、僕もですけど、皆さんもまあね、あれ良かったねみたいな話してくれて、もう良かったです。嬉しい。はい、66ライブリラの感想、空ママちゃんです、ありがとうございます。いつも66ライブのことを改めてじっくり見返して思い出すというのは DVD が発売された後なんで、そうですよね、
数ヶ月後なのですが、今回まだ余韻が残ってる中、過去最短で見返すことができるリラン企画、とてもありがたかったです。脳内記憶がまだ鮮明としている中で見るリランはとても興奮しました。かいいな、なんか空も改めてじっくり見ながら、ちんくんこの時こういう顔して歌ってんだとか、ここのちんくんやっぱりかっこいいなど感想を言いながら部屋の中でノリノリでリランを堪能していました。そしてやっぱり雪桜、会場で聴いていた時も感動しましたが、リランを見ていても感動しました。本当に素敵な雪桜だったと思います。この日の衣装は絶対忘れます。あ、雪桜は忘れません。私の大切な宝物一つになりました。ありがとうございました。こちらこそ、ね、はい、僕もなんかちょっと一生懸命しすぎて、あんまり当日の記憶そんな鮮明に覚えてないですが、なんか頑張れたことは頑張れたなっていうね、思いはありますし、で雪桜なんかも心を込めて精一杯歌えたっていう印象はありますけど、はい。サイタちゃんですね。会場で見たのが、昼公演だったので、とても思い入れがあるボイスの映像をこんなに早く見せてもらえてものすごく嬉しかったです。正面と、上手から撮影されたバク転とバースデーケーキのバースデーソングのお祝いシーンも加わったことで、誕生日が強くなった映像を見れて、そして改めておめでとうと、伝えられて本当に感謝しています。あ、そうだそうだ、スパ戦の時に、のしのし久しぶりすぎて昼公演ぐちゃぐちゃだったねってコメントしてましたよね。とても心当たりがあるので次回は頑張りたいと思います。あ、カーいる、ちょっとあぐらかく、あぐら見えない、はい。僕もあれなんですよ、そののしのしするのあれ、だいたい多分左か右かって決まってた、多分こっちからだ。それがなんか俺もあれどっちだっけなと思いながら見たら、みんなバラバラだったっていう、なんかこんな、なんかああジャンガ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 みたいな感じになってたような感じはしますけど、はい。でもまあコロナ禍になってこうやって、今までさっきもありましたけども DVD にならないとね、なかなかその公演見ることができなかったですけども、今すぐね見れるっていうのもありがたいですし、まあ、こっちとしてはもうちょっと引っ張ってもいいかなっていうものもあるかもしれませんが、まあ66ライブなんかはすぐね、なかなか来れなかった人もいますから、そういう方のためにも、早く見せたかったですね、はい。で今新曲のミュージックビデオを撮影してて、今日も昼飯食ってからずっと撮ってて、まあこの新曲はいつ皆さんにお届けするかちょっとまだ未定ですけれども、いいものが多分撮れてると思います。めっちゃ動いてます僕久しぶりに、雪桜全然動いてないのに今回の新曲は結構動いてます。ソヨピーのリクエストもね、いろいろあってね、ピロピロやってとかでこうあれピロピロ、なんか最初これやってよ、こう何言ってんのかよくわかんない、これねっつってはい、それでは曲ね行こうかなと思います。これは66ライブのレネゲイトダイブとで、おとといのぼっち、ね、宮崎ゲシル歌の時のやつですね。これゲシルじゃないんだ、これ宮崎黒夏至る歌ゲシル、はい、どうぞ、はい、はい、宮崎黒夏至る歌の感想、ゲシル歌の感想、泣き虫でございます、どうぞ。
白い地図の海の底へと生きる証を確かめるために、おのおのままに沈むまで大丈夫気出し合って、魂にしゃぶりついて消えよう。明日を照らすような光はラグトーも何こう自分の暗らぬ身に溺れる未来。旅中来僕らを包む日々は冷たい鏡の中に。旅中来余計なものは何一つ映らない。僕らが歩む愛の行方に答えなのだ、実話にもないけれど、かけがえのない温もりだけを僕らはまるで血の濁るように求め、傷つけて仕込んでいく。欲望を擦り合って犠牲に怯えないで、希望に燃えるような道すらレッドゾーンもきらめこう。華やかとわりに一瞬でいけるから、
に愛をもっとあげる、全部全部あげる、そしたらまた会えるのかな。夜風はちょっと冷たくなって、切った髪を揺らす、さよなさえ言えなかった。私は泣き虫、私はバカみたい、何度も何度もあなたを思っている。泣き虫、あなたに愛をもっとあげる、全部全部あげる、そしたらまた会えるのかな。はい、聴いていただいた曲はレネゲートダイブと泣き虫でした。ありがとうございました。それでは WW とクロノマもあるんでね、アイリンちゃんです、ありがとうございます。去年の11月5日ライブ昼と夜公演参加しましたが、配信されたのは夜公演のみ、ライブ DVD も昼と夜公演の混じったものだそうで、私的には昼公演のクロリンの衣装もパフォーマンスもめっちゃ好みだった。昼公演だけをフルで見たいとずっとリクエストしてたので、ようやく見れて嬉しい限りですと。はい、なるほど、ありがとうございます。まあ昼夜撮れて、いや本人的には一公演の方がいいというか、なんていうのかな何にもその日疑わずその一本だけ絞れるでいいんですけど、まあ事情が事情なだけにね、2回公演ありますけれども、まあそれで両方ね、まあ衣装も変えて望んで DVD だとか配信とか時に両方見れるっていうのはね、面白いと思いますね。はい、それでは黒生でございます。ほぐろちゃんでございます。はい、ありがとう。黒生が最近いなくて寂しいなと思っていたところで、久しぶりの、配信が決まり、思わずガッツポーズでした。喋り続けてなかなか曲に行かないところも黒生らしいし、黒生さんがリラックスした感じで近況報告するのをイグマさんが優しい目で見てる構図が好きだな、ニヤニヤしてました。あと今回ワンエイドのコーラスが入って、上と下ハモ混じりな感じがまた、新鮮で、黒生の音が増えたなと感じました。あとフレンズを一人でされたのは黒生の中で聞くとまた格別な感じがして嬉しかったです。はい、個人的には色の感じが、名前に入っている人に親近感が湧く話が、私も、名前に色が入っているので分かった。あ、なるほど。
さいたちゃんですね、待ってました。2月ぶりのライブ超嬉しかったです。今回はもともと決めていた、曲からえぐい曲へ変更して、さらに変更してフレンズ、ヘブンやろうかなと思ってた。ヘブンやろうと思って、ワンエンドがまあすごいね、こうちゃんのコーラスもあり、いいものになったので、まあ、そこでまた同じようなタイプのきついものをやってもしょうがないなと思って、まあ、ひらめいてフレンズやったんですけど、はい、かゆっみんな刺されてないの？めっちゃ刺されてる。なんで俺なんか出てるね。カラーのイクマさんが初めて作曲したゼロへとつながって少し聴かせてもらえたことがとても嬉しかったです、ということで、ゼロいつか2人でやることを楽しみに。あ、こうちゃんのはい、そらままちゃんでございます。今回もお二人のトーク&歌を楽しませていただきました。黒生の配信を見ている時に毎回思うのですが、お二人の間に流れている雰囲気や空気感、配信越しでも伝わってくるかのようで、見るたんびにとてもほっこりした気持ちになります。はい、何々 Your Room 編というタイトルがぴったりの配信だなと思いながら毎回見ています。曲たちももちろん素敵でしたが、全体的に優しい雰囲気に聞こえたのですが、特にファイターがとても優しく感じ、そうね、なんか力強くというか、できる限りこう優しく歌ったような気はします。この間、そんな気分だったんだと思う。黒生だからこそ優しいファイターだなと思いました。優しい雰囲気に包まれる時間ありがとうございました。こちらこそ。それでは、なんか TV ファントムに出たそうな人がいるんでお呼びしましょうか。ソヨピー来てよ。はい、ずっとゴルフの練習して、はい自己紹介して。あ、サルです、サルです。なんかシュールだな、この森の中虫がね。いや、なんかイベントもソエピー参加してくれて、はい、みんなもね、喜んでくれて、まあスター気取りで皆さんのところに遊びに行ったりとかしてました。どうでしたか、イベント終わって。イベント終わって、イベントはまあ大変だなと思いました、皆さん。ソエピーの一番の、美味しいところ、出番としてはですね、はい、バーベキューをするのに、はいはい、まあ、前回も ねやったり、皆さんの目の前でお肉を焼いたりとか、基本的に人手が足りてない、手助けというか、ある程度まではコックさんが、はい、調理してくれて、その後もうすっごいさ、俺やるからアピールすごかったね、コックさんにもね。なんつうの、やらないかやるかだ、どっちかだよね。確かにそうだけど、だ多分俺がやって福田君とそういうのを絡みつつやった方が楽しいのかなと思ったんだ、他の人がやるより、イベントの、まあね、プライベートかとして、ただそれだけ、本当はやりたくないんだよ、そんなに。まあ俺が持っていくんで、ね、そうそうそう、ね、それが楽しいのかなと。よかったと思います。で、昨日からビデオを、はい、新曲撮影しておりますけど、回すね。なんかさ、環境がいいというか、いつものチキチキにしたらロケ場所は近いし、人目を気にしなくていいし、だからちょっと調子、普通スタジオみたいになってるよねまあ、とある場所をですね、お借りしまして、
まあ、ホテルから近い前から来た時に気になってた場所なんですけど、撮影向きだなと思って一回も撮影そこでしたことなかったんですけど、今回ちょっとお借りして貸してくれるって、うん、自由に使わせてもありがたいよね、うん、俺らそういうやっぱ運ある運というか、そうね、うん、いやなんかがめついじゃないそれで何でもやろうとするからねだから何でも使おうとするからね、そうそうそう、そこを管理して、まあ、お掃除とかねメンテナンスしてる人もいる中すいませんって、うん、お互い俺らも撮影することを知ってるからね、その人たちも、ね、聞いてますうちの感じだった。どうですか撮った感触と。まだ残ってますよまだまだ途中ですよ。あそうね、うん、この後もやるんですけどね。あれなかなかでもあの最近なかったんでああいうの、ああいいと思いますよ。まあ僕そうですね、なんであのこの曲を作ったかというと、はい、やっぱまあ66終わって絶対続々コーナー新しいパンチいるなって、まあ今持ってる曲たちもすごく大事なんですけど、うん、ちょっと新しい風吹かしたいなっていうふうには思ったのと、ね、まあ歌詞もねなかなかのエロいね歌詞で、一番はね、うん、自分がパフォーマンスするために歌詞、うん、言葉選んだりとか、おお、あ、わかった、そう、床、足で床に滑らしてとか、ね、ああいうのとかはもう俺はもうパフォーマンスありきで自分で考えて書いてたりとか、まあお楽しみに、はい、しててください。もうちょっと頑張りましょう、はい、暑いですけど、はい、じゃあその時にイベントの時に芝生でライブやったじゃないですか、はい、はいはいやりましたね。そういうピンもなんかお客さんのように見てたけど、あ気持ちよかったビール飲んでそうそう、うん、俺もちょっとビール飲みながらやってたんですけど、うん、で、鉄くずちゃんの感想でございます、はい、はい、こんにちはと、現地で文字通り張り付いておりました。去年の10月同様とてもいい天気になり、はい、暑いほどガラス越しなので、あこれはあれか配信の方か、はいですね、スマホ片手に漏れてくる歌声を堪能させていただきました。66は配信参加だったので、久しぶりにクヨさんの生歌、はい、あ幸せだなと、これでよかったなとしみじみ感じました。ありがとうございます、はい、ソイピー撮ってて普通にソイピーの喋り声とか笑い声入ってる、うん、なんかその YouTube 的な方がいいのかなとちょっと音目で喋ってみました。俺もなんかもうソイピーが普通になんか出てる感じで喋ってる芝生でやったやつ、あのね、なんかちょっとね難しいとこだけど、ね、配信はなんかその方がいいかな、はい、ほぐろちゃんです、はい、現地でガラスに張り付きイヤホンで聞いたりガラス越しの声を聞いたり南国の日差しの中暑さでちょっとふわふわしつつ幸せな気分で拝見していました、はい、久しぶりの泣き虫が、聞きたいけどまだちょっと季節早いなとちょうど最近思ってたところなのでとても嬉しかったです。そうなんです、なんかそういえば泣き虫最近やってねえなと思って、で歌詞がね夏ももう終わりだねっていうのを急に夏も春ももう終わりだねみたいな歌詞に変えてやったんですけど、ね、うん、2回ね、そうそうそうで、そらちゃんです、はい、ハミングバードとか泣き虫とかベリーグッタイムとか全部良かったけれど一番嬉しかったのはやっぱりあっきとはいう、おお、でっかい虫が嬉しかったですと、大好きな歌は何回聴いても嬉しい、ずっと聴きたくなります、ちんくんの歌は、全部好きだけどもこれからもずっと聴いていたいくらい本当にあっきとないかですありがとうね。リエちゃんです、天気も良くて心地いい空間のライブとても良かったです、はい、最後ちびっ子たちが集まってきたのも面白かったまたそうね、みんなはとはちょっと違うところからこうね、他のちびっ子のお客さんが見に来て、でちょっとリーズモンスター的なね、そう思い出したけど何やってんのみたいな感じねえ、あの頃は元気かな、リーズモンスターあれは3年前ぐらいだから中学生ぐらいになってるかな、なってるね、うん、あの一番はしゃいでたやつすげえ体でかくなってそう、そう坊主っぽいやつでしょ、眼鏡ミュージシャンになってねえかなはい、アミちゃんです、はい、
ベリーグッタイム楽しかったです。いっぱいジャンプして聞きました。リン君かっこよかった。ありがとう。大好き。というかね、みんなうまかったよね。あの、うん、リーズモンスター、ありじゃない、ベリーグッタイムとかだったら、やっぱそのイヤホンだとタイムラグあるんで、直の自分の、ね、漏れる音で。どんぐらいあんの ?5 秒ぐらい。もいや、あれね、もう人によって全然違うから。うん、あううかあでまあ、生音漏れてんだよね、少しね。うんっていうか俺あの芝生で芝生ライブ、はい、ね歌った時やかましかったらしいっすよ。うん、だって俺が気にしたもん、すいませんって感じだった。ほんとすいません皆さんっていう。ホテル、まあホテルの敷地内にあるんですけども、結構端の方に芝生があって、そこ借りて、うん、結構広いスペース借りたもんね。もうの森の中みたいな感じですよね。いいで、そこでちょっと離れた場所でアカペラなんかもやり、迷い星のアカペラやったりとか。オンマイクでもあんなに出してるんだ。知ってる、あんな出てるんだ、すごかったね。ちょっと迷惑かなと思って。いやいや皆さんアカペラやった時に気づいた、あやべでかいと思って。全然、うん、だってねやるってやるって言ってんだから、うん、OK もらってんだから、うん、でめぐみちゃんです、ありがとうございます。昨日の宮崎の配信ライブ、リラックスで楽しそうな、様子が伝わってきました。特にハミングバード、はい、かっこよかったです。あ、よかったです。衣装も曲に合っていて、アコースティックでも最高にかっこよく聞けてよかったですとベリーグッタイとても楽しく、あの日の衣装、あれはソエピが決めましたちょっとあれ残ってて残ってたんじゃない、他にもなんちゃった。ごめんごめんごめん、これがいいんじゃないかっつって。これ着てないからさ、あれで着た方がいい俺ああいうの好きだね、個性的なやつ。いやあれ大野さんがチョイスして、これどうって、なんかちょっと派手だなとか思いながら、絞り染めみたいなやつね。美香子ちゃんです。はい、ありがとうございます。宮津からの配信ライブ、現地から参加しました。ガラス越しとはいえ、自分の耳に黒井さんの歌声が直接届くのはやっぱり嬉しい。緑に囲まれた素敵な場所というのも宮崎ならではで大好きです。はい、久しぶりに泣き虫聴けて、改めていい曲だなと思いました。佐藤ちゃんですね、今回もクロバーの外から見させていただきました。とても楽しいライブでした、特に最後のベリーグッタイムワーワーやりつつ、アイテム投げつつ、忙しかったけどめっちゃあ両方ね、うん、あやってた、帰ったら改めて一人でリランじっくり楽しみたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。新馬さんでございます。はい、はい、ラジオ向けではなくてすいません、えこれは読んでいいのかな、ついさっき宮崎のイベントすべて終了しました。今はチェックアウトの時間を待ちながらこのメールを書いています。まずは黒田さん、チーム黒田の皆さん、そして一緒に旅した仲間たちにありがとうを、はいはい、ゆっくりした時間の中また一つ大切な思い出が増えました。本当に楽しかったです。歌うこと、ライブをすること、配信を続けること、お互いにルールを守りながらちゃんと気を配り合いながら過ごすイベントの中、改めて知る黒田さんの思いがたくさんありました。その思いをただただ応援したいと思いました。そして仲間たちの久しぶりにたくさん語りました。みんな本当に黒田さんが大好きで、黒田さんと過ごす時間がずっと大切してるのが自分のことのように嬉しくて、まだまだ自由の利かないことが多い現状だけれども、そんなもの全部乗り越えてまた必ずと思わずいられない、そんなイベントでした。また来年も一緒に月日過ごしましょう。はい、もう秋もしようよ。あの短いのはなんていうの、冬至、冬至、それは12月、うん、あ12月、冬至で、夏至で、夏至、冬至で、冬至で夏至って言って、冬至で消し？よくわかんない。いやまあそれぐらい皆さんもいいところのだったんですよ。やっぱり。そうですね。初めて参加してくれた人もね、いたし。ああ楽しそうでしたね。うん、よかった。そう。なおちゃんです。こんばんにゃ、消しで消し最高でしたよ。存分にリフレッシュ、また頑張るぞ。ありがとう。はい。はい、じゃあちょっと曲。行こうかなと思うんですけど、ね、フォーマットどこ行ったっけな、あ、ごめん、はいはい、あれ
これは俺のやつですか。あ、俺のやつ、俺のやつ。あ、ごめん。そう。はい。うん、その前回、ここで。そうだ、一人で、ビデオを回したんだ、作ったんだ。そう。プライベートジェラシー。プライベートジェラシー。プライベートジェラシー。ジェラシーを世界を回せプライベートバージョン、バージョンどうぞ。聴いていただいた曲はジェラシーを世界回せでした。ありがとうございました。それでは引き続きミカリンでございます。はい。はい、
宮崎イベントお疲れ様でした。ありがとうでした。今年も納豆ご飯美味しかったです。俺はもう連もうそれしか食ってないもんなさ。うん。うん、まあ当夜もそうでしたけど。あれ何日4日ぐらい朝飯一緒に食べてるけどさ、同じ形だね。俺でしょ。うん。こうかき混ぜてる全部一緒形も。顔もなんかその何て言うの雰囲気もなんかないんですか。野球ゲームこうやってね。そうそう、今日は機嫌がいいとか悪いとかさ。僕ですか。起伏です。そういう僕ですか。はい、それ出しておきましょうね。僕ですか、感情を。はい、俺たちに出してもしょうがないんだけど出してるよ。いや、うん、今日は皆さん帰った後だからまた違うと思ったらマットしてくれて、まあ大丈夫です。じゃあなんかもう我がちゃんとかずっと喋ってるじゃん。うん、楽しそうな、あの二人がね、うん、もうさ、でそういう日も喋ってるから、まあ別に聞いてるよ、ちゃんと。うん、ほんしょうもない話してんなって。でも聞いてる答えは返ってくるよね、ボソッとね。僕ですか。はい、はい、ね、惜しかったです。去年の10月に自分宛に書いた、あ、手紙を見たらマスクの黒田くんかっけーって書いてました。なので来年の自分にも2021年イケメンだったぜって書いときましたよ。これあれ風待ちのやつ。うん、でも来年とは言わずまたすぐ行きたい。僕らあれらしいですよ、はい、海外だと2週間ぐらい行ってるけど、はい、国内で宿泊した日数で最長らしいですよ、ね、うん、今回。明日もいますね、はいはいはい、そうなんだ、はい、まあ温泉イベントとかでも2日3日だもんね。うん、そうね、しかも同じ場所で、うん、うん、でもごめん、それに対しては海外か日本かね、そんな差がないからあんまりあんまりピンとこないか。そうね、そうね。国内だからなんかピンとこなかった、ごめんね。いや、なんかね、そう、まあゴルフ場も近いし、あと何よりもロケ現場がもう車乗って、うん、っていうか敷地内だから。そうね、うん、あの何て言うの、自分の歩くとことか距離感とかさ分かってきてるからさ、うん、楽は楽だよね、うん、ちょっと忘れ物多いよね。そうなんですよ、3回ぐらい忘れたね。俺はこのネックレス初日かな、チェーン忘れて、スニーカーも忘れてね、スニーカーも忘れて、でソユピはケーブル忘れて、そうそうそう、で3回、2回帰ってね、あ、そう、ホテル行って、で撮影場所行って忘れたっつって戻って2回ね、そう、2回。そしたらイベントに参加した人たちが帰るバスのところ同じタイミングで、あ、なんかごめんねみたいな。すげえかっこ悪かった、走ってた。なかなか撮影できねえっていう。ダメだね、ポンコツになるとね。あれ、なんだろう、緩んでるんですかね。緩んでるつもりはないですよね。大野さんがないっていうのはね。大野さんは、うん、俺しょっちゅうやってんだけどバレてねえだけだと思ってた。いや、ポンコツに慣れてる。なんか自分で結構操作できることが多いからさ、そのカメラなかったらこういうの後で撮ろうとかさ、変えちゃうんじゃん計画を。まあ、仕事もあれだけど、あなたたち2人さ、朝食券、ああ、今日ね、あの大野さんがまあここのホテル朝食食べるのに券がいるんですよ、ちゃんとチケットが、はい、でそれを持ってこないとダメ、入れないんですけども、大野さんがまあいつも僕らより先にレストランに行って場所を取ってくれたりとかするんだけど、そこにね、あのまあ行くだけど次に、あ、朝食券私忘れたみたいなの書いてあった、メールでね、で
それで俺はそれをもうすぐレストランのそばだったんだけど、あと30秒ぐらいそれを見ながらばっかだなって思いながらとことことことがあるって見せるところで忘れたって自分普通ね見た時に自分のポケットあるじゃん、ね、それも気づかないっていうかさダメだもうそれちょっとねその受付に忘れたってなってからもういらないかなと思ったの強引に行ったのかなと思ったけどでもしょうがない取りに帰りました俺あれ言ったっけ俺インロックしたの知ったよ言ったっけこっそり夜中に夜中ねあの氷が出るのがベンダーでそう、まあ、部屋出て、うん、ソヨピーの部屋側にあるんですよね、うん、でそれ夜中ちょっと焼酎飲みたいから氷をそう分かる分かるそれは ありがちなパターンですね鍵持ってくるの忘れたと思ってパジャマ、うん、でエレベーターのところにまあ電話あったから、うん、そのフロントに電話して、うん、下まで行かなかったそうそう電話したのでまあ声聞くと僕より全然若い感じの子、うんはいはい、ですいませんそう本当そうすいませんあのインロックしちゃったんですけどはいはいって言われてくそはいポンコツさん、はいはい、そうそうそうそんな感じでした今来てますか確かにパンチだったらね、うん、人がねいつのパンチは辛いですはい佐藤ちゃんでございますはい夏至で夏至の感想ですねこれは今年も無事に夏至時期に開催できて、参加できて本当に良かったです、はい、オプショナルの、動物園に行けなくなってしまったのは残念でしたがファン的には貴重な芝生ライブめっちゃ楽しかった、うん、嬉しかったと吹き抜けていく風と黒田さんの声ギターが心地よくとても幸せな時間でした、うん、たくさん歌っていただき感謝ですと、うん元気な黒田さんにも会えて嬉しかったです、はい、とまあそれもいつぞや見えれるのかもしれませんが あれは撮ってたよ撮ってただせっかくなんでねあのリクエストを、まあ、最初見た時えぐって思って弾いたこともないし一人でやったこともない曲が何曲あったんですけどあ、まあ、でもすごい練習してて上手だったよ上手だっただけ偉そうに言うと思うんですけど練習はまあしてましたけども UP かねやったのは散歩道とグリーンフェローズ、うん、だからやれるもんならとっくにぼっちでやってますよ そんな大切な曲 はできないからやってなかやれてなかったんだけどいや今回ちょっとやってみようと思って、うん、頑張ってそう馬場和義コードすげえわもうほんと分数今まで分数ほったらかしてたけど分数動かさないとやっぱその曲にならないもんもうだけどまあ頑張ってでも練習したおかげでちょっとまた勇気が、はい、つきましたはいありがとうございますね的な感じですかねはい、はい、ありがとうございました、次回来週はですね6月これは合ってるの27でいいんですかねらしいですお知らせは、はい、まあツイッターやらホームページでチェックしてみてください、はい、さてもうちょっとやろっかオリジナルのテンポでほぼ撮ってないねそうねスピード、うん、だからあれ早いまあ早い回しで撮ってるんだけどちょっとあれ慣れてきたでしょ、うん、そのオリジナルがあれでもいいかなぐらいすごい短い曲まあ完成してない曲としてはまだ完成してないですけど、はいはい、歌詞、はい、もうあんだけリップ歌ったらもう歌詞も変えられないいやなくてもいいですよ状態ですけどまあ、 手応えと自分がやってる感触としてはまあまあ久しぶりに格好なんだ僕のパフォーマンス見せれてるかなみたいなのはありますけどね、はい、全然、うん、ねもう一頑張りしてそうですね、うん、はいありがとうございますいいえじゃあ何かあのライブの告知とかいい大事それではねソヨピーと頑張って2人で撮影したもうさ雪の中だからねこれがねこの間のことの今こんな暑いのにさそうだね、まあ、あのチキチキ撮影隊の裏
動画も裏動画また撮ってるんで、はい、楽しみにやだなしててください。それでは、はい、雪桜をお聞きしながら、はい、ね、あのお別れしたいなと思います、はい、お相手は黒田道郎と添野千秋でした。また来週、ありがとうございました。春の木漏れ日が降り注いだ昨日と違い、今日はなぜだか白い雪が降ってる。知らず知らずのうちに心に積もっている君の不安を振り払ってあげたいのに、会えない夜は何度も君のことを思い出す。季節外れの光る雪桜、明日を照らして、君と生きることに決めた。この想いは風になり、歌になって愛を込めて、大切な君に届け。新しい季節はもうすぐ、写真を撮って君に見える。ひげごと添えてまた明日ね。送信ただた一言で全てが変わってしまうから、僕が絶対守ってあげる。この世は見えないものと答えのないものばかり、桃色の花隠す雪桜、自分を信じて。雪が溶けて名前呼んで、君の手にくれるから、 So please don't you cry、 泣かないでね、とびきりの笑顔を見せて。離れていても心本当に
に決めた。この想いは風になり、歌になって愛を込めて、大切な君に届け。雪が溶けて名前を呼んで、君の手に触れるから。 So please don't you cry、 泣かないでね、飛び切り